本当にフェースとボールがくっついて時間を長くするフェースにボールを乗せるという感覚が、えー、できればもうスピンはかかります企業秘密をちょっと公開してしまうんですがこういう感覚なんですねイメージとしては。ずっとフェースにボールが乗るっていうのは本当にこういう感覚を言います。 練習としては、まあ、こういうコースのアプローチ練習場とかでしたらこういうふうに2ヤードぐらいしか飛ばなくていいのでこういう感覚ですねこういう練習をやっていただけたらいいんじゃないかなと勘違いしないでいただきたいのはスピンをかけますという時にフェースを開かなきゃいけない、えー、ヘッドスピードを速くしなきゃいけない、えー、軌道はアウトサイドインで振らなきゃいけないっていうことは僕は条件ではないと思ってます。